岡田純一です。小説家の原田マハさんに質問です。なぜ美術館を辞めて小説家になったんですか。私は探さない見つけるのだとはどういう意味ですか。鶴に悩みを聞いてもらったって本当ですか。岡田純一が原田マハの感性に迫る。この後深夜12時グローイングリードを楽しみに。Is a growing reed. 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。 J-WAVE Growing ReedOkada's radio show Growing Reed on J-Wave 81.3 FM。 こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりました Growing Reed。 この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて、今日のゲストは小説家の原田マハさんです。今や人気作家として活躍し続けている原田さん、2005年花風を待ちわびてでデビューされますが、実は小説家になる前にもデザインやアートなど様々な道でプロフェッショナルを極めていたユニークな経歴の持ち主。今夜はそんな原田さんのエネルギーの源について伺っていきたいと思います。 J-WAVE Growing Lead、 新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。 I want to interact with you using all the words I know. Growing Lead. We are a thinking and acting read. J-WAVE Growing Lead。あの原田さんは、はい、今小説家というなってますけど、はい、デビュー前の経歴がなんかいっぱいあってすごいですよね。はい、なんかかなり変わり種かなと思うんですけども、もともとはグラフィックデザイナー。もう一番最初の最初はそうですね。まあデザインとかアートがすごく好きで、うん、それで自分でももっと言うと子供の頃は漫画家を目指してた時代もあってあとはさらに言うと宮沢賢治とかに憧れて詩人になりたいとか、はい、なんかだから何か書いたりその創作したりっていうことがすごく好きな子供だったんですね。うん、それでまあそこから発展してまあ文学とかにもすごくハマったりしたんですけども、うん、大学を卒業した後はグラフィックデザインの学校に行って、まあ、イラストがちょっと描けたりしたもんですから、うん、そのイラスト込みでそのグラフィックをまあこう仕事とするっていうのもやったんですけど、まあ、でも全然鳴かず飛ばずでグラフィックデザイナーとしてはあまりちょっと経歴を積めなかったんですけども、はい、でその後はもともと現代アートがすごく大好きだったので、そのアートの世界になんとかして入れないかなと思って。いや今日お会いしてびっくりしました。はい、もっとイメージ的には、うん、ちょっと作家さん的なちょっとなんだろう、じゃあこの私のこの感じクリエイターっぽい。いやクリエイターの中でも、はい、でもなんかキャリアウーマン的な匂いもするし。あ、そうですか。それは褒め言葉でしょうか。いや褒める言葉褒め言葉ですよ。なんかエネルギーがすごく強い、本当ですか、感じはしますね。もっとなんか作家さんっぽい、なんかこう、暗くて額に手をかざしみたいな。そうですね、それ太宰治ですか感じのイメージがもうありましたけど、はい、エネルギーも強い感じ。ありがとうございます。広告プロダクションにも入られて
美術館勤務、はい、っていう、まあ、そこにすでに飛躍ありますよね。そこですごいですよ ね、 すね、美術関係、これはなんで美術関係、あのですね、まあ、独学で現代アートの勉強なんかもしたりしたんですけど、ある時、まあ、20代前半だったんですけど、その原宿歩いてたら、あの近々オープンっていう美術館の張り紙があったんですよ、うん、で、あの当時まだ多少こうバブルが残ってた時代で、まあ、個人美術館だったんですけれども、まあ、今なくなってしまったんですが、まあ、ある個人美術館がオープンするっていうのにこう行き合ったんですね、はい、うん、それで近日オープンってことはスタッフとか募集してるかもしれないと思って、別にスタッフ募集とも書いてなかったんですけど、ずかずか入ってって、すいません、私アートが好きなんですけど、雇っていただけませんかって言って、いきなり勇気あるなぁ、エネルギッシュですよね、うん、かなり突っ込んで、それでそしたら、まあ、なんか単身で乗り込んできて面白いって思われて、はい、なんかめでたく採用になったんですよ。へー。それで、まあ、その個人美術館で、まあ、3年ぐらいですかね、まあ、受付と広報と、まあ、それから一部企画とか、まあ、展示会をやったりとか、キュレーターもやった。そうですね、まあ、その頃はキュレーターとはちょっと呼べなかったと思うんですけど、まあ、その主には広報ですとか、まあ、まあ、事務的なことをやったりとかって、まあ、とにかくアートの近くにはいる生活だったんですけど、まあ、その後ちょっといろんな飛躍があって、まあ、その後の近くでその仕事を始めながら、ある方の紹介で、民間のアートマネジメントスクールに、まあ、引き抜かれて、はい、でそこでなんかその現代アートについて教えるっていうようなマネジメントの、まあ、仕事をちょっとしばらくやったんですね、うん、でもそれは完全にボランティアで、ほとんど給料もなくて、働いているうちに、なんかこんなに一生懸命やってるんで全然給料もらえないってどういうことだろうっていうのを考え始めて、それでどっか別のところに行きたいなと思っていたら、たまたまそのスクールに伊藤忠商事の、はい、アートの仕事ビジネスをやってらっしゃる方が来られたんですよ、うんうん、視察に。それ来られて、はい、おっと思って、すいません名刺交換させてくださいって無理やり名刺交換しまして、それでその方が帰ったその翌日にすぐ電話して、うん、いや実は昨日いらしていただいたところの原田ですけれども、プレゼンさせてくださいってまたいきなり言って、でそしたらなんか面白いってことになって、じゃあ来てくださいと言われ、で伊藤忠商事に乗り込んで、うん、なんか分かんないですけど今アートの時代だみたいな感じで売り込んだんですよ、はい、でそしたら面白いじゃないのっていうことになって、採用されたんですね。そういう20代でした。エネルギッシュですね。エネルギッシュですね。なんなんですか、はい、なんでしょうね、やらせてくれっていう。でもちょっとずつ、でも自分で勉強されたんですよね、はい、アートも。そうですね、最初はだから独学で本当にアートが好きで、近代美術、自分ですごく勉強したのは現代アートだったんですね。現代アート。で、やっぱりまあ、80年代、90年代ぐらいって、まだ日本ってそんなに現代アートって、はい、知られてない時代で、現代美術館もそんなになかったんですね。うん、今でこそ結構アートって結構若い人はおっしゃいますけども、なかなかやっぱり、展覧会見る機会もなかったし、なんかその現代アートに触れるチャンスが欲しいなと思って、で、なんかこう、すごく昔から妄想癖があったんですけど、なんか妄想の中では、ニューヨークに留学して、ニューヨーク大学に行って、そしてマンハッタンの現代アートのギャラリーでディレクターになって、なんか有名な現代アーティストとこう交流するみたいな妄想がうわーっと広がったんですけど、夢の階段があった、夢の階段があったんですけど、でも留学する語学力もないし資金もないし、まあ、そこまでの度胸もないけども、なんか悶々としてたんですけど、ニューヨークには行けなかったけれども、まあアートの世界になんとか行きたいということで、まあ自分で本当にまあ出たとこ勝負ですね、言ってみる。でもすごいですよね、そこからでも美術コンサルタントにまたなって、はい、森ビルの、はい、六本木ヒルズの森ビルの、そうですね、はい、この場所の森美術館ができる準備をする準備室で、そうですね、働いて、そうですね、それもすごく面白くって、まあその伊藤忠商事に行った時はアートコンサルタントっていうのは、まあ、結構いろんな地方自治体だとか、あるいはその企業の社長さんなんかが、いやちょっとふるさと創生1億円資金っていうのをもらっちゃったんだけど、これで金のこけし買おうと思うんだけどどう思うって相談が来るわけですよ、うん、そうすると、いやいや金のこけしはやめときましょうと、ピカソ買いませんかみたいな、まあ、そういうコンサルティングをして、それはコンサルティングと呼ぶかどうかわからないですけどなんか当時そういうアドバイスをしたり、アドバイザーとして、そうですね、はい、あとはまあ結構その
まあ、バブルの影響で美術館作りたいっていうのは地方自治体が結構ある時に、うんまあ、じゃあこういう美術館にしたらどうですかってアドバイスをしたり、うんまあ、そういう役をやって自治体として盛り上げるためにアート文化を取り入れて そうです、うん、その土地を豊かにしたいというもののお手伝いをしたりとか、ね、まさにそういう感じそれで、まあ、47都道府県全部その頃営業で行ったんですけど、うん、でそのコンサルティングしてる中にあの森美さんがいてそれで、まあ、当時、社長でいらっしゃった森美さんが、たまたま来られて、うん、それで、六本木に美術館作りたいんだけどどういうのがいいとかって、うんまあ、おっしゃられて、うん、それで、まあ、じゃあ本当に素晴らしいねあの六本木にそんな大きな都市開発があるんだったらやっぱりこう世界にこう認められるような通用されるような大きな美術館にしましょうっていうことで、それでコンサルティングになったんですよ、うん、森美さんの、はい、それで、いろいろ仕事してるうちに森美さんがちょっと君面白いからうちに来ないって誘ってくださって、うんそれで森美術館準備室っていうのができた時に、引き抜きですね、まあ、引き抜きというか本当にいいステップを作っていただいたと思うんですけど最初のメンバーとして入れていただいたっていうのが経緯でそれよく言うんですけどね今森美術館立派じゃないですか、はい、もう素晴らしい企画もやってて、うん、それで私よくこの美術館ね最初に私が作ったんだよねって言うとまたまたって言うんですよ本当なんだけどと思って誰も信じてない本当に誰にも信じてもらえないんですけどでも本当に最初の最初のファーストメンバーだったんですね、うんまあ、でも別に私がもちろん作ったわけじゃないですそのままトントン来て、うん、モマでのお仕事を見てもされてはい、はいだからもう美術関係の人と話してるとしか思えないんですけど What can we do in the world today? J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada。今は売れっ子の売れ売れのいえいえとんでもないですいろんな賞もね受賞されてる作家さんですからいえいえなんで作家に、ねいやなんでしょうねそれも話すとすみません岡田さん今から2時間ぐらい必要な好きですかちょっとまとめていただいてまあ5分ぐらいで話すとまあモマの勤務に関してまず言いますと森美術館とニューヨーク近代美術館の当時提携関係というのを結んだんですね、うん、まあこれ何年間かだけだったんですけど、うん、でその窓口に私がスタッフとしてなりましてそれでまあ、誤解のないように申し上げておきますと、まあ、森美術館から派遣された形でモマに来ましたんですね。だから、モマの職員になったわけじゃないんですけども、はいはい、それで半年間リサーチャーという立場で、まあ、実際モマに勤務をして、なんか、もうほんとすぐ夢が叶ったみたいな、憧れのニューヨークで。そうですね、階段として夢を見てた。そう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 ニューヨークとかと思ってたんで、はい、本当に、まあ、ある意味夢を叶えていただいたなと思ってるんですけど、まあ、そこでいろんな体験をして帰ってきて、まあ、いよいよ美術館ができるという直前に、うん、ちょうど私その時39歳で、まあ、間もなく40歳になるっていう時になんか自分が人生をかけて本当にやりたいことって何かなっていうのを自分にこう問いただしたんですよ、うん、それで順風満帆なんだけどそうですねだからこのまま行ったら本当に、まあ、レールの上をね、うん、順当に走っていって大きな森美術館ってできるしでそこでキュレーターになって自分のやりたい企画もできるだろうとでなんかねそれがちょっと突然そうだったのかなって立ち止まって40歳になる手前でそれ で, すごいです、ね、なぜかなと思った時にやっぱり女性って、まあ、これ私の説なんですけど女性ってやっぱり40歳ってプライムピリオドだなと思っていて、うん、でアーティストってどんな作家でも一番いい時っていうのがあるんですね、はい、でそれをプライムピリオドと言うんですけども、うんまあ、女性のプライムピリオドってもしかして40代かなと、うん、いろいろこうまあ若い時に体験してきたことを、まあ、土台にして、うん、それで、まあ、例えば家庭があれば、まあ、例えば子育てとかも一段落したりとか、うん、まあ、独身でも、自分でこれから好きなことできるっていう仕事をやってたりとか、うん、まあ、いろんな立場の方いらっしゃると思うんだけど、40代って一番脂が乗ってきて、うん、そして、女性としても多分魅力的になるし、うん、いい時期なんじゃないかなと思ったんですね。うん、それで、自分が次の10年を生きていく上で、本当に人生をかけて一番やりたいことをできるとしたら次の10年だっていうふうになんか直感したんですよ。うん、それで、その10年間を本当にキュレーターとして抱き合っていくのがいいのか、それとももう一回自分がやりたいことっていうのを思い出してみて、うん、それに挑戦するとしたらこれがラストチャンスだと思ったんですね。だから、それをすごいふるいにかけて、天秤にかけて、相当悩まれたんじゃないですか。悩みましたね。すごく悩んで、北海道。人生のね、ラストチャンスというか、そう、ファーストチャンスというか、かけにですね、出るっていう。それでなんかあまりにも悩んで、会社をフィッと休んで、
そのまま北海道の鶴居村に行きまして、うん、タンチョウヅルにどうしたらいいって聞きに行ったぐらい悩んだんですよ。すいません。相当悩みましたね。タンチョウヅルに、タンチョウヅルに聞きに行かなきゃって、ね、一人ごとでどうしたらいいって言っちゃうぐらい。いやそうなんですよ。あのね、だからその時はちょうどもう六本木ヒルズできるっていう時で、もうすごく、まあ、この場所ですよね。本当にわーって出来上がってきた時だったんで、うん、まあ、対局の風景がまず見たかったっていうのと、まあ、このまま行くと、だいたい人生の終わりまで、なんとなく読めるなと、うん。読めるっていう感じだったんで、もう読めない、風景に向かい合って、それで都市とは真逆のところに行って、人間とは真逆の動物に会いたかったんですね。で、鶴居村に行ったんですけど、それ本当の話で、それで鶴の一声がありましてですね。本当に。それで、そうですね、文字のごとく、そうそうそう、言葉のごとく鶴の一声が。鶴の一声。それで、まあ、どうしたらいいって聞いたら、まあ、声を得て、クワーという一声を得て、すみません、いただきまして。それで、よし、じゃあ、まあ、自分が思ってる方に進もうっていうふうに決めて、帰ってきたっていうのも、まあ、ちょっととある短編小説も書きましたけれども、うん、まあ、そんなことがあっても、結局、まあ、2002年になるんですけど辞めました、はい、でデビュー作が株を待ちわびて、はい、そうです。でその有名な、ね、映画にもなりましたよね、うん、はい、そうです。なんでちょっとなんでこれなんですか、株を待ちわびてですか、はい、だって楽園のカンバスの方が、はいはい、その得意分野というかアートのもので、はい、本物か贋作かみたいな細かく、はい、展開がすごいって、山本周五郎賞も受賞されて、はい、こっちの方がね、うん、こうかけやすいというか、うん、ですよね。かけるもうね細かく知ってるし、グッドクエスチョンです、ありがとうございます。そっちの方が美術勤務でやってったら、うん、ねこっちの方がデビュー作だこれだ出してやるって感じなのかなと思いきや、はい、そうなんですね。待ちわびてる沖縄の離島が舞台のほんわかしたラブストーリーって全然アートと何の関係もない小説でデビューしたんですけど、はい、まあ、フリーになった後に森美術館ジュビス去った後に、まあ、自分でフリーのキュレーターを、うん、になったんですね、うん、それで、まあ、アートの仕事も細々と続けながら、まあ、ライター的なことを始めて、まあ、文章書くのがもともと好きだったんで、それで書いているうちになんとなく小説が書けるような気持ちになってきたんですね、うん、それで思い切って書いてみて、でそれを日本ラブストーリー大賞という賞に応募してみたところが、まあ、受賞させていただいて、まあ、デビューとなったわけなんですけど、実はまあこれ本当にまあ、いろんな方から聞かれることでもあるんですけども、まあ、なぜじゃあアートじゃなくてラブストーリーにしたのっていうのは、まあ、実はたった一つだけの理由がありまして、楽園のカンバスを描きたかったです、本当は、最初に。で、なぜかというと。案もあった。案もありました。それで、楽園のカンバスに関しては、その時点で、まあ、ほぼ構想25年ぐらいの、昔からね、まあ、時間が経っていて、で、私、21歳の学生の時に、うん、まあ、アンリ・ルソーの画集と出会って、うん、それでピカソとかルソーが大好きだったんですけども、うん、何かこう、ルソーってすごく人間的魅力的なアーティストなので、自分の将来的に創作の中に取り込んでみたいなってずっと思い続けてたんですよ、うん、でそれを最初に着想したのが21歳だったので、確かに本当に20年25年と経って小説にしたものなんですけども、とっても大切に胸の中に撮っていたんですね、うん、それで、まあ、2000年にはモマに勤務をして、ルソーが書いた夢という、まあ、大作があるんですけども、この作品が実はモマにコレクションとしてあって、でこれを毎日見てるうちに、なんかこれは小説にできるような気がするって、まあそのキュレーターの時代にすでに考えてたんですね。それでいつか何か必ずしようと思って、まあ、結局その森美術館ジュビスさん辞めて、でその後もずっと心の中で大事にしてたんですね。それで小説を最初に書いた時も、もちろんそのアイデアはあったんだけど、大事な切り札だったんで、もしそれで勝負をかけて最初にダメだったらもう終わりじゃないですか。だからそれは嫌だと、絶対に。でこれは戦略があった、結構戦略家だったんですよ。だからこれは切り札だからいい時出さないといい時出さないともったいないと思って取っといたんですよ。で逆にそのアートと何のこう縁もゆかりもない沖縄の話、まあ、離島の話、ラブストーリーっていう風に、うん、アートから一番遠いところのものを書いて、うん、大丈夫だったらいけるかなというふうに思ったんですね。だからそれでまずやってみようということで、まあ、勝負をかけたっていう感じだったんですね。でもそのぐらい大事にしてたっていうこともあります。
with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.J-Wave Growing Lead 小説家の原田マハさんにお話をお伺いしています。様々な経歴を持ちのマハさんの次について質問してみました。書き上げた時はどうだったんですか？これで絶対いけるっていう。あ、どっち？カフーおばちゃん、楽園のカンバスを書いた時本当に手応えがありましたね、自分で。まあ書く前もまあ、出版社と緻密に結構いろいろプロット練ったりしたんですけども、うん、でも知れば知るほど難しかったんじゃないですか、その、まあ、美術勤務もしてるし、はい、でも小説としてちょっとこれはその道の筋の人たちにも、うん、うん、って思われるかもしれないけど、はい、ちょっとこういうのを小説としてこう書いた方がいいかなとか、はい、っていうこともあるじゃないですか。はいはい、鋭いですね。おっしゃる通りで、本当に実は結構おっかなびっくり書いてるところもありまして、というのはこれは史実をベースにしたフィクションなので、ありえないことたくさん書いてるんですね。それで例えばルソーがこう言ったとかピカソがこう言ったとか、まあ、登場人物たちは実在のアーティストなので、そんなこと何にも記録に残ってないんですよ。だから例えば美術史家の人とか研究者とか専門家の人から見ると、そんなことピカソが言ったわけないじゃないかというふうに重箱の隅をつつかれる可能性は非常に高いんですね。ありますよね、うん、でそれは非常に、まあ、関係者だったということも含めて言われやすくなっちゃう。そうなんです、おっしゃる通りで、それでだから非常にリスキーといえばリスキーだったんですけれども、うん、逆に言うとその時代にピカソがこう言った、言ったっていうことを知ってる人って誰もいないわけじゃないですか、うん、でフィクションっていうのは実はその分かってないところに構築するっていうのが面白いので、私はこのこうフィクションを構築するっていうところに、まあ、かけてみようと思ったんですね。でこれがもし史実を上回って面白く書ければ面白がってくれるんじゃないかなっていうふうに、まあ、リスクは大きいけれどもそっちにかけてみようかなと思って、まあ、一か八かでしたね本当にその面白さっていうのを追求するのは昔からですか、はい、そうですね、小説を書いてる時って割とまあオートマティックっていうか自然に結構出てくることも多いんですが、最初は私すごく徹底的に取材主義なんで、ありとあらゆる小説に書くと決めた瞬間にありとあらゆることを取材するんですけれども、大概書いてるとこうした方がもっと面白いとか、うん、こういう方が人のこう興味を引っ張れるっていうのに気がつくと、うん、最初に考えてたと全然違う方向にバーッと走っていっちゃうんですよ、うん、だから最初にやっぱりその出版社と話すときに、まあ、プロットって言ってもあらすじを出したりするんですけど、はい、これ通りになったこと一度もありません、ね、全部変わっちゃう。だから最初と最後は結構決まってるんですが、結構こうパタパタっと変わっていくこともあるんですね、変化もじゃあ受け入れられる余裕がありながらどんどん変えていくんです、ね、余裕はいつもないんですけどないけれども、ただでもその変化を受け入れるというのは、まあ、自分自身も変化していきたいタイプだと思うので、まあ、変わりまくってますね。そうですね、だから結構変幻自在にいろいろ変わってきましたね。なんかやっていきたいなというふうに思うタイプなのかもしれません。まあ、タイプもありますけど、10月21日発売になりました奇跡の人、これはあれですよね、はい、ヘレンケラーの奇跡の人を日本風に、はい、その通りです、はい、なんでこれをやろうと。これはね、まあそうですね、たまたまなんですけど、ちょっと何年か前にテレビで、アカデミー賞も受賞した奇跡の人って映画がちょうどやってたんですね、放映されてて、でそれを見てる時になんか時代背景考えたんです、その時に。でその19世紀半ばぐらいのアメリカが、まあ、舞台 の、 まあ、映画の物語なんですけど、まあ、実際にヘレン・ケラーは実在の人物で、彼女が本当にその彼女の人生を通して戦ってきた時代の、まあ、やっぱ19世紀から20世紀にかけてっていう時代が、私そのアートの世界でも結構好きな時代なんですね、19世紀から20世紀で、それのアメリカ の、 こういう非常に国境を乗り越えた女性っていうことでじーっと見てた時に、これなんか日本に置き換えたらどうなのかなってふっと思ったんですよ。それで、まあ、日本はちょうど明治維新が終わった後で本当にまあ、明治時代文明開化の時代で、で多分というか、まあ、間違いなく女子教育とかもこれからって
ってまさにまだ全然これからの時で、でそういう時に例えばその視覚障害がある方だとか、うん、聴覚障害がある方っていうのはどういうような立場を置かれてたんだろうっていうのすごくこう興味を持ったんですね。だからアメリカでの話なんだけれども、これは非常に普遍的な人間の物語だから、うん、日本に置き換えてみたらちょっと面白いかもしれないっていう、まあ、そこが着想だったんですね。はい、でそれでなんか名前もなんかちょっとケラレンとか、うん、サリバアンみたいなすみません、ダジャレです。はい、なんか、はい、その名前にしてみましたけれども。12月18日発売されたあなたは誰かの大切な人、はい、これは最新作ですね。そうですね、これはですね、3年ぐらいかけて、まあ、小説現代という文芸誌に連載した、連作短編のようなものなんですけども、まあ、旅だとかアートだとか、あと、まあ、家族ですかね、うん、そういうものがテーマになった、まあ、5つの物語が、うん、入った短編集です。うん、はい。これまだ読んでないんですけど、はい、なんで書こうと思って。これは、まあ、私結構短編書くのもすごく好きで、うん、それで短編を書くっていうきっかけなのがよく旅先なんですよね。うん、それでまあ、実は非常に自称旅人というぐらい旅が多いんですけども、うん、あちこち旅してるんですが、まあ、旅先に出かけて、ふと出会った人のから聞いた話だとか、はい、あるいはその電車に乗ってて見つけた風景だとか、電車で隣になったカップルの話が聞こえてきたりとか、うん、あるいはその泊まった滞在先のなんかこう出会いだとか、うん、まあ食べて美味しかった地元のものだとか、まあいろんなものがあるわけですよね。でそういうなんか非常に小さなことから始まってなんかこう大きな話にしていくっていうのが結構すごく好きで、今までもそういう旅先でこう得た体験だとかを元にした短編集っていくつか出してきたんですけど、まあ、このあなたは誰かの大切な人もまあそういう物語で、まあ、旅先で拾ったスケッチのような物語プラス、まあ、そこから広がる家族愛みたいなそういう物語を結構書いてますね。Junichi Okada's program from his major to study. The real person. J-Wave Growing Read. なんかお聞きして、今日お聞きしてると、こう、自分をこう高めて、はい、人生を楽しんで、女性としてのこう、自覚っていうのかな、自分では思って、はい、この時に何ができるのかっていうのを、こう、いつも探しながら、生きている感じがするんですけど、うん、本当鋭いですね、ありがとうございますまあでもなんかいつもこう探してますね、まあ、次は何なのかなとか、まあ、だけどね探してる、それ好奇心ですか？好奇心ですね、もう好奇心の塊だと思いますね。でもまあ、探してるというのもあるんだけど、見つけることの方が多いですね。見つける、はい、でこれは有名なピカソの言葉なんですけど、うん、私は探さない、見つけるのだっていう言葉なんですね。で、それすごく素敵な言葉だなと思って、要するになんかクリエーションのひらめきがあるじゃないですか、その言葉に発見っていうのだから、意図して、ないかな、ないかな、ないかなって探すんじゃなくて、なんか旅をしたり、人と会ったり話したり、自分がいろんなことを体験する中で、まあ、偶然見つけるとか出会うっていうもので、だけど見つけてそのままにするんじゃなくて、それをキャッチするっていう、まあ、意識は常に持っておくっていう感じかもしれませんね。だからまあ見つけたからには自分のものにするということなんだと思いますね、うん、はい、人生の達人なんですね。達人、まだそこまでは達観してないかもしれませんけど、達人になれるといいですね。じゃあマハさんが一番忘れられない旅って何ですか？すごいいろんな旅をしてきたから、ここ良かったよ、この出会いとこの旅良かったよって、最近はですね、メキシコシティに行ってきまして、また遠いとこ行きますね。いや意外と近かった、いや近くないか、近くはないけども反対ですからね、意外と行けましたね、サンフランシスコ経由して行ってきたんですけど、30何時間とかかかんないですか？いやそこまでは、それブラジルじゃないですかね、ブラジルか、うん、メキシコはそこまででもないけど、だけど直通が、でも直通先飛んだと思いますね、
でも、メキシコシティに行ってですね、私大好きな建築家がいて、ルイス・バラガンって言うんですけど、メキシコが生んだ20世紀の、まあ、建築家の巨匠なんですが、はい、まあ、この人が、死ぬまで住んでいたバラガン邸という自分の家があるんですね。うん、で、これ世界遺産にも指定されていて、素晴らしい、モダンな家なんですけど、まあ、ここに行ってきまして、で、ルイス・バラガンって生涯、独身を貫いた、建築家だったんですけど、非常に孤独なんだけど、とても豊かな孤独をこの家で過ごしたんだなーっていうのをこう確認してきて、で、豊かな孤独。で、本当にだから彼が、家族に恵まれていたら、まあ、非常にこう、シンプルで、機能的で、だけどなんか情緒のあふれる家だったんですよ。だからそれが、もしバラガンが、家族に恵まれていて、ハッピーな、晩年を過ごしていたら、こんな風にはならなかったんじゃないかなっていうような感じだったんですね。で、孤独の影はあるんだけど、その中に温かみがあるというような、そういう家で、本当にこう包まれるような、こう豊かな孤独が、そこはかとなく漂う家だったんですね。それで彼がいつもその朝食を食べるという部屋がありまして、で、そこに彼がデザインしたお皿が置いてあるんですよ。で、そのお皿の上に、メキシコ語で、ごめんなさい、スペイン語で、孤独って書いてあったんですよ。孤独って。それで、なんか私それを見たときに、すごくこ、バラガンはでも孤独だったかもしれないけど、充実してたんだなーというふうに思って、で、その物語を実は、皿の上の孤独というタイトルで、あなたは誰かの大切な人という短編集の中の最後に収録してます。へぇー。書き上がったばっかりの。はい、一編で。いや、もう、じゃあ旅に行って、はい。そういうのをキャッチして。すごいですね。全部キャッチして帰ってくるんですね。キャッチしないことはありません。すごいですね。そうですね。まあ、ドリームキャッチャーじゃないけど、ストーリーキャッチャーですかね。全部キャッチします。キャッチするぞ。キャッチを絶対漏らせません。あまねくキャッチして帰ってくるんですね。取り漏らしはなくて。はい、楽しみ。じゃあ、それも読んでみたいですけど、じゃあ、最後に、じゃあ、次。何をキャッチしていきたいですか？そうですね。まあ、旅先で本当にいろいろキャッチすることも、多いので、これからも旅は続けていきたいですし、まあ、本当に、いろいろな人と出会って、やっぱ体験をもっと積んでいきたいですね。で、自分の好奇心に絶対に蓋をしたくないというか、赴くままに、まあ、いろんなところにその好奇心を飛ばしてあげて、で、その好奇心にキャッチして帰ってきてもらうっていう、まあ、そういうことを続けたいですね。好奇心という名のブーメランを飛ばしたいと思います。 J-WAVE Growing Reed Starring Junichi Okada。 J-WAVE Growing Reed 小説家の原田マハさんにお話をお伺いしてきました。ということでね、本当に何だろう、素敵な単語がポンポン出てくるし、最後の方は怒涛にね、素敵な回転も早いですし、やっぱ作家さんだけあって素敵な単語をね、言葉たちをポンポン出していって、じゃあっつって帰っていかれましたけど、なんかエネルギッシュだし、なんか全て逃さないわよっていうね、全てキャッチし続けるって、年を重ねてあれだけこうワクワクできてキャッチできて、それを探すために旅もして、いろんな人をこう興味を持ち続けてって、すごく難しいというかね、どっかで慣れちゃったりとか、こういう道があるんだって言ったらそれをね、こう進むっていう方にこう行くんでしょうけど、そのエネルギーがねすごいなと思いますし、なんかこう、いろんなことをキャッチしてブーメランのようにね、発見していく、見つけるんだっていうのをね、実践されているっていうのはすごく素敵ですし、そういう風に僕も年をこうね重ねていきたいなってすごく思いましたね。Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
小説家の原田マハさんにお話をお伺いした J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。グローイングリードでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日の番組を聞いて感じたこと、考えたことを番組のウェブサイトからぜひお寄せください。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひチェックしてみてください。さて次回のグローイングリードは再来週になります。ゲストは JAXA 宇宙航空研究開発機構の准教授、はやぶさ2のミッションマネージャーの吉川誠さんです。そして2014年もお聞きいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。良いお年を。Glowing Lead. This program was brought to you by プラセンタ100、日本生命、岡田純一です。小説家の原田マハさんに質問です。なぜ美術館を辞めて小説家になったんですか。私は探さない、見つけるのだとはどういう意味ですか。鶴に悩みを聞いてもらったって本当ですか。岡田純一が原田マハの感性に迫る、この後深夜12時、グローイングリードを楽しみに。Is a growing reed. 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。Yes. そう、我々は考え行動する足なのだ。 J-WAVE Growing Reed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  Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは小説家の原田マハさんです。今や人気作家として活躍し続けている原田さん、2005年花粉を待ちわびてでデビューされますが、実は小説家になる前にもデザインやアートなど様々な道でプロフェッショナルを極めていたユニークな経歴の持ち主。今夜はそんな原田さんのエネルギーの源について伺っていきたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting reed. J-Wave. Growing Reed. あの原田さんは、はい、今小説家というなってますけど、はい、デビュー前の経歴がなんかいっぱいあってすごいですよね。はい、なんかかなり。
変わり種かなと思うんですけども、もともとはグラフィックデザイナー、もう一番最初の最初はそうですね、まあ、デザインとかアートがすごく好きで、それで自分でも、もっと言うと子供の頃は漫画家を目指してた時代もあって、あとはさらに言うと宮沢賢治とかに憧れて詩人になりたいとか、はい、なんかだから何か書いたりその創作したりっていうことがすごく好きな子供だったんですね、うん、それでまあそこから発展して、まあ、文学とかにもすごくハマったりしたんですけども、うん、大学を卒業した後はグラフィックデザインの学校に行って、まあ、イラストがちょっと描けたりしたもんですから、うん、そのイラスト込みでそのグラフィックをまあこう仕事とするっていうのもやったんですけど、まあ、でも全然鳴かず飛ばずで、グラフィックデザイナーとしてはあまりちょっと経歴を積めなかったんですけども、はい、でその後はもともと現代アートがすごく大好きだったので、そのアートの世界に何とかして入れないかなと思って、いや今日お会いしてびっくりしました、はい、もっとイメージ的にはちょっと作家さん的な、うん、ちょっとなんだろう、じゃあこの私のこの感じクリエイターっぽい、いやクリエイターの中でも、はい、でもなんかキャリアウーマン的な匂いもするし、あ、そうですか、それは褒め言葉でしょうか、いや褒める言葉褒め言葉ですよ、なんかエネルギーがすごく強い、本当ですか、感じはしますね、もっとなんか作家さんっぽい、なんかこ なんかこう暗くて難しい、額に手をかざしみたいな、そうですね、それ太宰治ですから感じのイメージがもうありましたけど、はい、エネルギーも強い感じ、 ありがとうございます。広告プロダクションにも入られて美術館勤務、はい、はい、まあ、そこにすでに飛躍ありますよね、そこですごいですよ ね、 そうですね、美術関係、これはなんで美術関係、ですね、まあ、独学で現代アートの勉強なんかもしたりしたんですけど、ある時まあ、20代前半だったんですけど、その原宿歩いてたら近々オープンっていう美術館の張り紙があったんですよ、うん、で当時まだ多少こうバブルが残ってた時代で、うん、まあ、個人美術館だったんですけれども、まあ、今なくなってしまったんですが、まあ、ある個人美術館がオープンするっていうのにこう行き合ったんですね、はい、うん、それで近日オープンってことはスタッフとか募集してるかもしれないと思って、別にスタッフ募集とも書いてなかったんですけど、ずかずか入ってって、すいません私アートが好きなんですけど、雇っていただけませんかって言って、いきなり勇気あるなぁ、エネルギッシュですよね、うん、かなり突っ込んで、それでそしたらまあなんか単身で乗り込んできて面白いって思われて、はい、なんかめでたく採用になったんですよ、へえ、それでまあその個人美術館でまあ3年ぐらいですかね、まあ受付と広報と、まあ、それから一部企画とか、まあ、展示会をやったりとか、キュレーターもやったんですか、そうですね、まあその頃はキュレーターとはちょっと呼べなかったと思うんですけど、まあその主には広報ですとか、まあまあ事務的なことをやったりとかって、まあとにかくアートの近くにはいる生活だったんですけど、まあその後ちょっといろんな飛躍があって、まあそのアートの近くでその仕事を始めながら、ある方の紹介で、民間のアートマネジメントスクールに、まあ、引き抜かれて、はい、でそこでなんかその現代アートについて教えるっていうようなマネジメントの、まあ、仕事をちょっとしばらくやったんですね、うん、でもそれは完全にボランティアで、ほとんど給料もなくて働いているうちに、なんかこんなに一生懸命やってるのに全然給料もらえないってどういうことだろうっていうのを考え始めて、それでどっか別のところに行きたいなと思っていたら、たまたまそのスクールに伊藤忠商事の、はい、アートの仕事ビジネスをやってらっしゃる方が来られたんですよ、うんうんうん、視察に、それ来られて、はい、おっと思って、すいません名刺交換させてくださいって無理やり名刺交換しまして、それでその方が帰ったその翌日にすぐ電話して、うん、いや実は昨日いらしていただいたところの原田ですけれども、プレゼンさせてくださいってまたいきなり言って、でそしたらなんか面白いってことになって、じゃあ来てくださいと言われ、で伊藤忠商事に乗り込んで、うん、なんか分かんないですけど今アートの時代だみたいな感じで売り込んだんですよ、はい、でそしたら面白いじゃないのっていうことになって、採用されたんですね、そういう20代でした、エネルギッシュですね、エネルギッシュですね、なんなんですか、はい、なんでしょうね、やらせてくれっていう、でもちょっとずつでも自分で勉強されたんですよね、はい、アートも、そうですね、最初はだから独学で本当にアートが好きで近代美術、自分ですごく勉強したのは現代アートだったんですね、現代アートでやっぱりまあ、80年代90年代ぐらいってまだ日本ってそんなに現代アートって、はい、知られてない時代で現代美術館もそんなになかったんですね、うん、で今でこそ結構アートって結構若い人はおっしゃいますけども、うん、なかなかやっぱり展覧会見る機会もなかったし、なんかその現代アートに触れるチャンスが欲しいなと思って、でなんかこうすごく昔から妄想癖があったんですけど、うん、はい、なんか妄想の中ではニューヨークに留学して
でニューヨーク大学に行って、そしてあのマンハッタンの現代アートのギャラリーでディレクターになって、なんか有名な現代アーティストとこう交流するみたいな、妄想がうわーって広がったんだけど、夢の階段があった、夢の階段があったんですけど、でも留学するあの語学力もないし資金もないし、まあ、そこまでの度胸もないけども、なんか悶々としてたんですけど、あのニューヨークには行けなかったけれども、まあ、あのアートの世界になんとか行きたいということで、まあ、自分で本当に、まあ、出たとこ勝負ですね。でもすごいですよね、そこからでも美術コンサルタントにまたなって、はい、森ビルの、はい、六本木ヒルズの森ビルの、そうですね、はい、この場所の森美術館ができる準備をする準備室で働いて、そうですね、そうですね、あのそれもすごく面白くって、あの、まあ、その伊藤忠商事に行った時はアートコンサルタントっていうのは、まあ、結構いろんな地方自治体だとか、あるいはその企業の社長さんなんかが、いやちょっとあのふるさと創生1億円資金っていうのをもらっちゃったんだけど、これで金のこけし買おうと思うんだけどどう思うって相談が来るわけですよ、うん、そうするといやいや金のこけしはやめときましょうと、ピカソ買いませんかみたいな、まあ、そういうコンサルティングをして、もそれはコンサルティングと呼ぶかどうかわからないですけどなんか当時そういうアドバイスをしたり、アドバイザーとして、そうですね、はい、あとはまあ結構その、まあ、バブルの影響で美術館作りたいっていうのは地方自治体が結構あるときに、まあ、じゃあこういう美術館にしたらどうですかってアドバイスをしたり、まあ、そういう役をやって自治体として盛り上げるためにアート文化を取り入れて そうです、うん、その土地を豊かにしたいというもののお手伝いをしたりとか、ね、そう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 、まさにそういう感じそれで、まあ、47都道府県全部その頃営業で行ったんですけど、でそのコンサルティングをしている中にあの森ビルさんがいて、それで、まあ、当時社長でいらっしゃった森みのるさんがたまたま来られて、それで六本木に美術館作りたいんだけどどういうのがいいとかって、まあ、おっしゃられて、それで、まあ、じゃあ本当に素晴らしいね、あの六本木にそんな大きな都市開発があるんだったら、やっぱりこう世界にこう認められるような通用されるような大きな美術館にしましょうっていうことで、それでコンサルティングになったんですよ、森ビルさんの、はい、それでいろいろ仕事してるうちに森ミノルさんがちょっと君面白いからうちに来ないって誘ってくださって、それで森美術館準備室っていうのができた時に、引き抜きですね、まあ、引き抜きというか本当にいいステップを作っていただいたと思うんですけど、最初のメンバーとして入れていただいたっていうのが経緯で、それよく言うんですけどね、今森美術館立派じゃないですか、はい、もう素晴らしい企画もやってて、それで私よくこの美術館ね最初に私が作ったんだよねって言うと、またまたって言うんですよ本当なんだけどと思って誰も信じて、本当に誰にも信じてもらえないんですけど、でも本当に最初のファーストメンバーだったんですね、まあ、でも別に私がもちろん作ったわけじゃないです、そのままトントン来て、モマでのお仕事を見てもされて、はい、だからもう美術関係の人と話してるとしか思えないんですけど What can we do in the world today? J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada。今は売れっ子の売れ売れのとんでもないです、いろんな賞もね受賞されてる作家さんですから、なんで作家に、いやなんでしょうねそれも話すと、すみません岡田さん今から2時間ぐらい必要な好きですかちょっとまとめていただいて、まあ、5分ぐらいで話すと、まあ、モマの勤務に関してまず言いますと、森美術館とニューヨークの美術館の当時提携関係というのを結んだんですね、うん、まあ、これ何年間かだけだったんですけど、うん、でその窓口に私がスタッフとしてなりまして、それで、まあ、誤解のないように申し上げておきますと、まあ、森美術館から派遣された形でモマに勤務したんですね、うん、だからモマの職員になったわけじゃないんですけども、はいはい、それで半年間リサーチャーという立場で、まあ、実際モマに勤務をして、なんかもうほんとすぐ夢が叶ったみたいな、憧れのニューヨークで、そうですね、階段として夢を見てた、そう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 、ニューヨークとかと思ってたんで、はい、本当に、まあ、ある意味夢を叶えていただいたなと思ってるんですけど、まあ、そこでいろんな体験をして帰ってきて、まあ、いよいよ美術館ができるという直前に、ちょうど私その時39歳で、まあ、間もなく40歳になるっていう時に、なんか自分が人生をかけて本当にやりたいことって何かなっていうのを自分にこう問いただしたんですよ、うん、それで順風満帆なんだけど、そうですね、だからこのまま行ったら本当に、まあ、レールの上をね、うん、順当に走っていって、大きな森美術館ってできるし、でそこでキュレーターになって自分のやりたい企画もできるだろうと、でなんかねそれがちょっと突然そうだったのかなって立ち止まった瞬間、40歳になる手前で、それで、すごいですね、なぜかなと思った時に、
やっぱり女性って、まあ、これ私の説なんですけど、女性ってやっぱ40歳ってプライムピリオドだなと思っていて、で、アーティストって、どんな作家でも、一番いい時っていうのがあるんですね。はい。で、それをプライムピリオドって言うんですけども、まあ、女性のプライムピリオドってもしかして40代かなと、いろいろこう、まあ、若い時に体験してきたことを、まあ、土台にして、それで、まあ、例えば家庭があれば、まあ、例えば子育てとかも一段落したりとか、まあ、独身でも、自分でこれが好きなことできるっていう仕事をやってたりとか、まあ、いろんな立場の方いらっしゃると思うんだけど、40代って一番脂が乗ってきて、そして女性としても多分魅力的になるし、いい時期なんじゃないかなと思ったんですね。それで、自分が次の10年を生きていく上で、本当に人生をかけて一番やりたいことをできるとしたら次の10年だっていうふうになんか直感したんですよ。それで、その10年間を本当にキュレーターとして抱き合っていくのがいいのか、それとももう一回自分がやりたいことっていうのを思い出してみて、それに挑戦するとしたらこれがラストチャンスだと思ったんですね。だから、それをすごいふるいにかけて、天秤にかけて。相当悩まれたんじゃないですか。悩みましたね。すごく悩んで、北海道。人生のね、ラストチャンスというか。そう、ファーストチャンスというか。かけにですね、出るっていう。それでなんかあまりにも悩んで、会社をフィッと休んで、そのまま北海道の鶴居村に行きまして、タンチョウヅルに、どうしたらいいって聞きに行ったぐらい悩んだんですよ。すいません。相当悩みましたね。誕生するに、誕生するに聞きに行かなきゃって、ね、一人ごとでどうしたらいいって言っちゃうぐらい。そうですよ。だからその時は、ちょうどもう六本木ヒルズできるっていう時で、もうすごく、まあ、この場所ですよね。本当にわーって出来上がってきた時だったんで、まあ、対局の風景がまず見たかったっていうのと、まあ、このまま行くと、だいたい人生の終わりまで、なんとなく読めるなと、うん。読めるっていう感じだったんで、もう読めない、風景に向かい合って、それで都市とは真逆のところに行って、人間とは真逆の動物に会いたかったんですね。で、鶴居村に行ったんですけど、それ本当の話で、それでまあ、鶴の一声がありましてですね。本当に。それで、そうですね、文字のごとく、言葉のごとく鶴の一声が。鶴の一声。それで、まあ、どうしたらいいって聞いたら、まあ、声を得て、クワーという一声を得て、すみません、いただきまして。それで、よし、じゃあ、自分が思ってる方に進もうっていうふうに決めて、帰ってきたっていうのも、まあ、ちょっととある短編小説も書きましたけれども、まあ、そんなことがあっても、結局、まあ、2002年になるんですけど、辞めました。はい、でデビュー作が株を待ちわびて、はい、そうです。でその有名なね映画にもなりましたよね、うん、はい、そうです。なんでちょっとなんでこれなんですか、株を待ちわびてですか、はい、だって楽園のカンバス